レモンの木における鉄欠乏症。この画像の左側には緑色の正常な葉が中央には黄色の鉄欠乏の葉がある。鉄欠乏症とは植物における障害の一つである。特に石灰によって引き起こされる発火症状がよく知られている。マンガン欠乏症と見分けが難しい。植物の要求量の鉄が土壌にないことは稀であるが、 土壌 pH が約5から6.5になければ鉄分は植物にとって吸収できない形態をとる。過剰に塩基性の土壌では一般的な問題である。土壌が浸水しすぎていたり、過剰に施肥されたりした場合、鉄欠乏症は起こる可能性がある。カルシウム、亜鉛、マンガン、リン、あるいは銅といった元素が土壌中に大量に存在する場合、 鉄を皮下球体に固定する。鉄は、クロロフィルの合成に要求され、鉄欠防症は発火の原因となる。他にも酵素に必要とされる。例えば、グルタミルトレナレダクターゼの活性部位に使われている。この酵素は、ヘムやクロロフィルの線具体であるゴアミノレブリン酸の合成に必要とされる。症状として、葉脈は、緑のまま葉炎部は黄色、または褐色へ変色する。 ただし、若い葉の場合、全体が白くなることがある。果実の品質と収量は低減する。あらゆる植物は鉄欠乏の影響を受ける。ラズベリーとナシ属、および最も高酸性の植物の感受性は特に強い。鉄欠乏は生育条件に適した土壌を選択することによって回避することができる。例えば、石灰質土壌において、 高酸性植物の生育はすべきでない。また、よく不熟させた堆肥、または、コンポストの投入によっても回避できる。鉄欠乏クロロシスが疑われる場合には、適切な検査キットや器具を用いて、土壌 PH を確認することが推奨されている。表面及び深部で土壌サンプルを採取する。PH が7以上である場合には、 6.5から7.0の範囲へと pH を低下させる土壌改良を検討する。改良方法には次の方法がある。堆肥、コンポスト、データン、または類似の有機質肥料の投入。ただし、有機質肥料の中には石灰を加えて pH を7から8にしたものもある。窒素肥料として硫酸アンモニウムを利用する。これは、 アンモニウムイオンの分解による硝酸の生成により土壌と根圏を酸性化する土壌への硫黄分の投入硫黄分は酸化剤であり数ヶ月にわたって硫酸子をア硫酸子を生成し pH を低くするなお酸を直接土壌に添加することは危険であるなぜなら土壌粒子に結合していた植物にとって有毒な金属イオンを植物に 吸収可能にするためである。硫酸鉄、または、鉄キレート化合物を用いると植物が、直ちに利用可能な鉄分を供給することができる。鉄キレート化合物としては、FE エドタと FE エダが一般的である。硫酸鉄と FE エドタは、pH が7.1以下の土壌で効果がある。溶面散布なら、土壌 pH に関係なく使用することができる。 FE エダは PHQ までの土壌で有効であるが、光劣化を避けるため、夕方以降に使用しなければならない。土壌中のエドタは鉛を移動可能にすることができるが、エダはしない。ありがとうございます。